住友電気工業株式会社は大阪府大阪市に本社を置く日本最大手の非鉄金属メーカーである。世界トップシェアの製品を多数持ち、世界5大陸40カ国以上に約400社、28万人を超える社員を要する。通称は住友電工。住友電工の歴史は1691年の住友家による別紙銅山の開発に始まる。 自動車関連製品、情報通信機器、電子部品、産業素材など幅広い事業を行っている。近年は従来の電線事業のほかに、光ファイバーの製造技術による光通信システム、粉末夜勤、超高合金、半導体材料などの新素材など、新分野の開発でも多くの実績を残している。製造業としては、海外展開の 最も進んだ企業の一つ、住友ゴム工業の大株主である。住友グループの中核企業であり、住友商事、日本電機とともに、住友信号三夜の一角である。関西経済連合会の会長を複数輩出しており、関西財界においても影響力は大きい。同社が手掛ける製品は多岐にわたり、代表例として、下記の製品がある。 自動車エレクトロニクス情報通信環境エネルギー、産業素材環境エネルギー、情報通信自動車エレクトロニクス産業素材その他、ありがとうございます。